酒とバーどうもこんにちは、大輔です。今日は両親から送られてきたものがありまして、それを軽く紹介したいと思います。まずは母親から送られてきたものです。どうぞ。届いたものです。母親から届いたもの。北海道コーンスープ。コクマロカレー。そば。リンゴ。この前のリンゴ向け配信見て送ってくれたんですかね。とろろ昆布。嬉しい。コクマロカレー。もう一個。塩昆布、いいっすね。これは欲しい。牛乳ソフトせんべい、おー、なんか美味しそうですね。ホタテ、お、ホタテの炊き物ご飯、あー、これはいい。チキンカレーのレトルト、あー、いいですね。カレー率高いな。うわ、イカ飯、これうまそう。スイートコーンポタージュ。なんか、おしゃれな感じのパッケージですね。うん、いいですね。美味しそうですね。おしゃぶり昆布。ああ、つまみにね。バタジャガ。何これ?チンして食べるのかな、これ。電子レンジで温めて食べれますね。何これ?知らない。美味しそうですね。うー、酒とばー、酒とばー、スルメ。まあ実はね、この酒とばとスルメは LINE で頼みました。なんか欲しいもんある?なんか送ろうと思うんだけど、なんか欲しいもんあるって LINE が来たんで、ああ、スルメと酒とば欲しいって言ったら、結構かなり高そうなやつくれましたね。ありがたい。これも酒とばかい。酒とば、お、はい、ゆっくり食べたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでどうでしょうか。大量に入ってますね。これ厳密に言うとね、母親だけじゃなくて、なんか父親もなんか、これも入れちゃえみたいな感じで入れてくれたみたいなんで、大変助かりますね、カレーとかね。カレーね、レトルトじゃない、レトルトのカレー、チンしてできるやつとか、湯煎でできるやつと、あと実際に具を入れるカレー、2パターンありましたね。どんだけカレーが入ってるのって。あと、酒とばですね。私の大好きな酒とばがね、3種類入ってましたよね。うん。届いてからね、実はもうちょっと数日経ってまして、結構食べました。でもそれはまだ全然残ってますから、酒とば。あんまり食べ過ぎないように、一気に、ゆっくり食べていきたいと思います。スルメはもう食べました。でかいやつ。はい。もう3枚ぐらいだったら、ペロッとね、2日ぐらいでいっちゃいますね。ありがとうございました。で、お次は父親から、2日、5ぐらいに送られてきたんですかね、母親の。はい。こんなんが送られてきました。冷凍食品でございます。さっさと冷凍庫にね、入れていかないといけないんで、中身を確認したいと思います。冷凍大和芋、とろろ。吉野家の牛丼。これはいい。これは嬉しいですね。で、最後、これですね。おぉ。マグロ丼。いいですね。あ、これの上に、さっきの、とろろかけるわけですね。
最高。ありがとうございます。ありがとうございました。父親。父親って言い方おかしいですな。ありがとうございます、親父。うん。すごい、何食分 ?10 食、20食分くらいありますね。牛丼も合わせて。これ助かるなぁ。じゃあ冷凍庫に入れたいと思います。はい。冷凍食品ですよ。ありがたいですよね、吉野家。吉野家。うん。あと、マグロ丼。こちらはまだ食べておりません。で、今から食べようと思うんですけど、吉野家、牛丼だけだと思ったら、こんなんありました。牛焼肉丼。これを今日食べたいと思います。牛丼食べたかったんですけど、紅生姜買ってなかったんで、はい。やっぱ牛丼には紅生姜いる。と思ってね。焼肉丼で、はい。行きたいと思います。これね、チンでできるんですよね。600ワットだと2分20秒でできるんで、今からちょっとやりたいと思いますね。ただまあ、そんな時間、視聴者が待ってられないと思うんで、ワープしましょう。これ、ご飯もね、まだ入れてないんで、ご飯入れて、これをかけた状態まで、ワープ。はい。いいですね。美味しそう。で、青さの味噌汁も、作りました。食べたいと思います。いただきます。2分チンしたらね、吉野家の焼肉丼が食べれるっていいですね。美味しい。そのまんまですね。え？美味しいですね。お、玉ねぎちゃんとありますよ。これはいいですね。これが10食分以上あるんですよ。ありがたい。忙しい時とかね。だいたい毎日忙しいですけど。うん。ご飯炊いてチンすればいいだけですから。ありがとうございました。助かりました。それでは、失礼したいんですが、これ、昨日買った400円のポテトチップス、普通でした。もう多分買わないですね。うん。コンビニで売ってる100円とかのポテトチップスと、クオリティそんな変わんないですよ。コンビニはすごい。ありがとうございました。